スインガ TV のスイシンとキティちゃんとママです。今日は、グッドご飯という、ちょっと一人親家庭の方でちょっとご飯を支援するという、団体様がありまして、あとそちらのお話をしていきたいと思います。グッドご飯というのはグッドネイバーズジャパンという団体様が、運営していまして、誰かにあげるっていうんだよね。そうそう、一人親家庭の方にちょっとご飯を届けるというシステムなんですけども、まあね、今やっぱりいろんな理由で一人親結構多いんだよね。わかんないでしょ、まあ子供たちはね、いろんなちょっと実態がわからない子がね、たくさんいると思うんですけど、でも実際ね、結構親の都合で、いろいろ一人親になってしまったりとか、事故だったりとかね、いろんな、どうしようもない理由で一人親になってしまったり、どうしようもないこともたくさんあると思います。で、それで、私がなぜ今こちらの方に目を向けたかといいますと、昨今では一人親の家庭が増えていて、でやっぱり、ご飯というのを私とても気にしていて、やっぱね、自分の子供にはね、お腹いっぱいご飯を食べてもらいたいですし、やっぱり健康っていうのはとても大事だからね、だからその健康維持するために、あとやっぱね、今は事件だったりとかいっぱい起きたりとか、火事ね、火事はそうねいろいろと冷蔵庫も入れないかな、いろいろとね、犯罪があったりとか、そういうこともやっぱ教育とかいろいろ関係してると思うので、やっぱ勉強とかもねするにあたって、やっぱお腹が空いてたりすると集中できなかったりするし、やっぱね、その栄養を取るというのは生きてく上でとても大事なことなので、もしお腹を空かせてる子がいたら、少しでもお役に立てればなと思って、ほんのわずかなんですけども、ちょっと支援をさせていただきました。ちょっとね、私もまだか全文はっきりわからないので、あとどういうことかってちょっと携帯でスクロール、ちょっと画面に見せながら説明していきたいと思うんですけどもね、フードバンク、まずこのグッドご飯は何でしたかというと、ちょうどなんか YouTube を見ている時に YouTube の広告でしたのがまず初めだったんですよね。普段あんまり、広告見たり見なかったりするんですが、たまたま目に入って見ていて、で、ちょっとね、結構海外とか幅広く活動されている企業様だったので、ちょっと信頼もあったので、普段なかなかね、こういう寄付だったりそういうのって、いまいち信頼だったりとかちょっとわからないので、あまりしたことなかったんですけども、ちょっとでもね、この子供たちが元気に過ごせるっていうことができるのだったら、ちょっと私もね、ここに協力できたらなと思いました。で、これをぜひ、これを見ていただいた方も、例えば一人親にね、なられている方とかが見て、ここに行けばご飯がもらえるんだとか、ちょっといろいろと条件があるんですけど、ちょっとそのね、ご飯をもらえる条件というのが、ちょっと地域が結構限定されていて、グッドご飯の食品受け取りのご希望の方へというところをタップして、で、この条件を見ていきます。ご利用条件については以下になりますね、こちらをちょっとお読みになってください。ご利用時の注意があるのでこちらを見ていきます。で、この中はご自身で確認していただきまして、一番最後の食品の転売は固く禁しておりますというところですが、本当に転売をするということは本当に受け取りたい方が受け取れなくなるので、本当にやめていただきたい行為だと思います。では次に東京で受け取りの方の、ちょっと地域を見ていきましょう。受け取れるところの地域が、
ちょっと限定されていまして、4月で今月5月の配布日時場所等がここに記載してあります。川崎、梅屋敷、練馬、墨田、用賀、蒲田、横浜、千歳烏山、西早稲田と大崎と、また別日に大崎と四ツ谷、大崎、それぞれ日にちが違うの で5月1日から10日の間に申し込みができるので、ぜひ、あと思う、ちょっと人数がね限られてはいるとは思うんですけども、まあ、ご希望の方はぜひね申し込みしてみるのもいいかと思います。このように、申し込みフォームがあるので、申し込みを、入力をしていって、まあ、そうですね、最後定員を超えた申し込みがあった場合は、そう、利用状況等を確認しながら選定いたしますとありますので、まあね、本当に必要な方のもとにお食品が届くことを願っております。では次に大阪を見ていきましょう。4月は終わってしまったので5月を見ていきましょう。吹田、東淀川、田辺、平野、中津、玉造、寝屋川、堺東、田辺、港区、京橋、上等、玉出、田辺、そこの場所に、取りに来られる方という、あと他にも、まあ、いろいろ、まあ、こういった説明書、これでこういったものの、条件があったりはするんですけども、まあ、それを見ていただいて、まあ、その範囲内でも、まあね、助かる方がいらっしゃるのでしたら、ぜひそこで、まあ、お食食べれるご飯をもらったりとかしていただけると嬉しいと思います。なんだね、うん、ちょっと助かるんだったらね、嬉しいよね。うん、なんかお腹空いてるの嫌でしょ、うん、ね、うん、お腹空いてるの嫌でしょ、りんちゃん、まあね、できるだけたくさんの方がお腹たくていっぱいになれるように、うん、そのご飯紹介しよう。はい、もうその、まあ、お金としてね、ちょっと私もこういった登録させていただいて、まあ、最低金額1000円なんですけども、1000円を1年間、寄付し続けることによって、まあ、およそ一人親家庭の4世帯分の食事になるということなので、まあ、ちょっと続けていきたいと思います。直接ご飯を、そこの場所に送って支援すること、場所というかその企業に送って支援することもできるようなの でこれが実は私たちがまあ、メガ盛りカレーね。そうね、ちょっとある日、ちょっと家族でコロナにかかってしまって、しまった時に、まあ、国、東京からかな、お食事を支援してもらって、やっぱり私もダウンしてしまって、ご飯を作る気力がなかったので、やっぱこういったものをもらえても、やっぱインスタントですぐ食べれるっていうのはすごく助かったんですね。まあ、でもやっぱ割とすぐ、まあ、症状が軽い方で済んだ方なので、まあ、ちょっと重くなってしまった方とかね、ちょっと大変だと思うんですけども、そう、ね、実際やっぱちょっと作るのも困難だったりするときに、こういったねすぐ食べれるようなものがあってとても助かりました。でも、まあ2日ぐらいですぐ回復したので、割ともう自炊したりとかしてちょっと余ってしまったものとかがあって、なのでちょっとこちらをね、その、まあ、余ってしまったものもったいないので、このキツネ、こちらのグッドご飯の方にこちらも赤いキツネうどんです。なんかすぐ食べれるもの、ちょっとインスタントだったりとか、ナポリタン、あ、ソース、パスタソースとか、これご飯にかけて食べれるような、楽天そして寒天これもね、水ですぐ戻して食べれるサラダだったり、これはパスタ、味噌パスタ、こういったもの、まあ、ちょっとね、ちょっとわざわざ買ったものではなくて、ちょっと残り物なんですけど、でこの送る条件、こちら送る条件として、消費期限が、2ヶ月以上
はあることが条件なので、もしあのご自宅にねこういったちょっと余ってるなとか、ちょっとあのそのねご飯食べれない子がねちょっとお腹いっぱいになったらなっていう気持ちがある方とか、あとこれあとこれ忘れてるわけで、そういうね子供たちの励みにもなると思うので、これ忘れてます。ドレッシングです。これさっきの海藻サラダにかけて食べればいいかな、ね、そうちょっともうちょっとわずかなんですけどね、こういったものをちょっと送れたらと思っています。少しのね、一人でも多くの子が、うん、ちょっと健康にとにかくお腹いっぱい食べれて、うん、大きくなれることを願ってます。うん、ね、みんなご飯もいっぱい食べて大きくなってうん、そうだね、そうぜひそう勉強も大事だから、うん、みんなね勉強もして将来のためにいろいろ役立ててくださいね。先生もね、りんちゃんも頑張ってるもんね、いろいろね。そう、自分の子供はやっぱ一番可愛いですけども、やっぱりね、周りの子供もそう、自分のね寝転がんな幸せな子供たちを見てる方が嬉しいので、ぜひね、ちょっとこちらの動画を見て、まあ、そうですね、協力したいと、まあ、あのこういう、うん、同じ企業様じゃなくても多分いろいろあると思うので、まあ、ちょっとでもね、子供たちが明るく楽しく過ごせる未来が作れたらなと思っております。ちょっともう夜だから眠いかな、ね、もしちょっとこちらの動画ね興味持っていただけましたら、ぜひ、まあ、そのホームページ概要欄に貼ってありますので見てみてください。ちょっと私たちは支援、まあ、個人的な支援はちょっとねあの控えさせていただきたいんですけども、まあ、ちょっとこういった、まあ、ちょっとでもねなんかあの子供たちの明るい未来のために私は動いていけたらなとちょっと思ってはありますのでね、ちょっとこの、うん、この動画ですね、ちょっとでも共感してもらえたらぜひチャンネル登録高評価そうね、高評価もねいただけると嬉しいです。そうですね、このこと、あ、そう、一人親でちょっとなんかお腹空いてる子とか周りにいたりとかしたら、このこういったグッドご飯っていうのがあるよって教えてもらえたりすると助かる子たち、うん、助かる家庭もあるかもしれないので、また出たらまたグッドご飯やる、うん、グッドご飯、うん、ちょっと分かってないかな、先生は。そう、あの、そう、グッドご飯ですね。あの、グッドネイバーズジャパン、グッドご飯で調べると出てくると思うので、ぜひちょっと調べてみてみてください。はい。では、今日はこれで終わりにしようか。ね、もう充電もないし。そう、カメラの充電がね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。